で、マウンドに立ってましたし、味方が先制をしてくれて、なんか押ししてくれて、そういう中で投げさせてもらえたので、ホームランを打たれたことはもちろん反省しなきゃいけないですけど、なんとかゲームを続けて、よかったと思います。交流戦最後の登板の後は腹をくくってという言葉もありました。この2022年シーズンの開幕はどのような思いで迎えたんでしょうか。去年、悔しい思いをして、チームとしても個人としても本当に、悔しさを持って、過ごしてきたこのシーズンだったので、その思いというのを、ね、この初戦にぶつけていきたいなという思いで今日は番組に上がりました。この思いを今シーズンはこれだけ多くのホークスファンが見守ってくれます。そのお立ち台からの景色はいかがですか。本当にたくさんのファンの方が球場に来ていただいてしばらくない光景なので、今日は皆さんのおかげで体が持ってましたし、皆さんのおかげで勝てたと思います。また同郷の又吉投手がベイベイドーム初登板バトンをつなぎました。そのピッチングはどのような思いで見守っていたんでしょうか。いやもう本当に楽しいなという一言です。はい、それでは最後にまだ開幕したばかりではありますが2連勝、今シーズンの意気込み、そして会場に足を運んでくれたファンの皆さんへのメッセージをお願いします。いやこのカード練習できました。明日の試合も、あるのでそこに勝てるように、皆さんの声援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。まずは東京ヒーロー東山川本選手でした。ありがとうございました。続いて打のヒーロー先制ホームランにタイムリー栗原陽也選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは2回の打席からやりたいと思いますが、古川投手の代わり花叩きまして今シーズン初ヒットが先制ホームランになりました。2回2回勝はい、なおさんに何とか先に、援護点をという気持ちで打席に入りましたし、最後の結果になってよかったです。そして5回の第3打席のタイムリーは必死に走りましたね。あの打席はどのような思いで打席に入ったんですか。去年朝日スーパードライさんいただけた今年もなんとか1年分のビールを勝ち取るんだという気持ちで打席に入りました。そして今この場所で立っています。今の思いはいかがでしょうか。酔っ払いたいなと思います。今シーズンは副キャプテンとご自身でも発言をしながら取り組んできました。そのあたりはどのような思いがあるんでしょうか。球団の方にちっちゃくてもいいので、Cマークをつけてくれないかと頼んでるんですけど、なかなかその許可が下りないので、自分自身の自覚としてキャプテンをやっていきたいなと思いますし、チームを少しでも引っ張っていけるようにと思ってます。その勢いもあってチームは開幕2連勝です。まず明日そして長いシーズンに向けて意気込みとファンへのメッセージをお願いします。本当にたくさんのお客さんの声援が、届いてますし、明日勝って開幕3連勝していい勢いで西さんに行きたいと思います。また明日応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それではこれヒーロー賞の贈呈です。アサヒスーパードライベストプレイヤーオブザアワー東山直人投手栗原陽也選手へ、アサヒビール株式会社執行役員九州統括本部長中村典和様よりアサヒスーパードライ1年分が贈られます。
それでは今